モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ、その他携帯端末で動作するように設計、制作されたアプリケーションソフトウェア。携帯アプリ、スマホアプリあるいはターンに、アプリと略されることも多い。2008年から登場していて、アップストア、Google プレイ、Windows Phone ストア、Blackberry App ワールドのように基本的に、 モバイルオペレーティングシステムメーカーが運営するアプリケーション配信プラットフォームを通じて利用するのが一般的である。有料で配信されるのもあれば無料で配信されるアプリケーションもある。一般にプラットフォームから iPhone、Blackberry、Android 端末、Windows Phone といった目的の端末にダウンロードするがラップトップや デスクトップコンピュータにもダウンロードできるアプリケーションも存在する。一般的にアプリケーション価格の30%ほどは手数料などの名目で配信元に渡り、残りはアプリケーション作者に配分される。平均的なスマートフォンユーザー数によって同じアプリケーションでも iPhone、Android、Blackberry10 といった端末で価格が異なることもある。 アップという用語はアプリケーションソフトウェアの略称でよく使われる言葉して定着していて、米国方言協会は2010年にこの用語をワード・オブ・ザ・イヤーに選出した。2009年、技術コラムニストのデビット・ポーグはより新しいスマートフォンを初期の洗練されていないスマートフォンと区別する形でアプリフォンと名付けている。初期のモバイルアプリケーションは電子メール、 カレンダー、連絡先、株価情報、天気予報といった一般的に生産性や情報検索のためのアプリケーションが提供されていたが、ユーザーの需要拡大や開発ツールの機能が発達したことで、デスクトップ用アプリケーションソフトウェアパッケージで提供されている他のカテゴリのアプリケーションも提供されるようになった。アプリケーションの数や種類の増加により、 幅広いレビューやおすすめ、ブログ、雑誌、専用オンラインアプリケーション情報サービスといったキュレーションソースが出現するようになり、アプリケーションの探索が発達した。2014年には政府規制機関がアプリケーション、特に量系アプリケーションを規制やキュレートする試みを始めた。モバイルアプリケーションの利用は発達し続けていて、 携帯電話ユーザーの間で利用が増え続けている。2012年5月、コムスコアによる研究によれば、先の四半期の間において、モバイルユーザーの中でアプリケーションを使う人と、ブラウザで見る人の割合が、それぞれ51.1%と49.8%という結果だった。また、研究者は、モバイルアプリケーションの使用率が、 ユーザーの場所と時間による環境と依存度が強く関係していることを発見した。市場調査会社のガートナーによれば2013年のアプリケーションダウンロード度数が102億で売上高も2012年の18億ドルから44%増の26億ドルに達するとしている。さらにアプリケーション市場の成長により欧州連合で アプリケーションの売上高が10億ユーロを超えていて、欧州連合28カ国で52万9000人の雇用を喪失していると発表したアナリストもいる。携帯端末対応アプリケーションの開発には、対応させる端末の制約と特徴を考慮しなければならない。携帯端末の動作にはバッテリーが必須な上、搭載プロセッサはデスクトップコンピュータ用と比べて非力であるが、 一探知やカメラ機能が搭載されている。また、開発者は画面サイズ、ハードウェア仕様、モバイルソフトウェア間の激しい競争環境で試行錯誤しなければならず、プラットフォームごとに仕様を変更する必要もある。さらに、モバイルアプリケーション開発には特化された統合開発環境を使用しなければならない。最初のテストはエミュレータを使用した開発環境で行い、 次にフィールドテストを行う。エミュレータは携帯電話上でアプリケーションをテストするためのコストのかからない方法であり、開発者が物理的なアクセスを行う必要はない。開発プロセスの一環としてのモバイルユーザーインターフェース設計もモバイルアプリケーションの制作にとって非常に重要である。モバイル UI は設計の概説として制約、環境、 画面、入力、そして機動性を考えなければならない。ユーザーは端末とのやり取りに関して重要な点になることが多く、またインターフェースはソフトウェアとハードウェア両方のコンポーネントを伴っている。ユーザーはシステムを操作するために入力していて、端末による表示はシステムがユーザーの操作結果を指し示せるようにする。モバイル UI はユーザーの手に合わせた。 携帯端末の画面サイズなど限られたアテンションやホームファクタによって制限される。また、モバイル UI コンテキストはユーザーがモバイルアプリケーション内でのやり取りからわかる位置やスケジューリングといったユーザーアクティビティからの合図を知らせている。全体的にモバイル UI の目標はある時にわかりやすくユーザーフレンドリーなインターフェースである。モバイル UI や フロントエンドはエンタープライズシステムへのアクセスに対応するためにモバイルバックエンドに依存していてモバイルバックエンドはデータのルーティング、セキュリティ、認証、権限付与、オフライン作業、サービスオーケストレーションを容易にしている。この機能はモバイルアプリケーションサーバー、モバイルバックエンドアズ、A サービス、ソアインフラストラクチャを含むミドルウェアコンポーネントの混合で対応している。 アプリケーションストア採用手は、Android 対応の Google Play と、iOS 対応の App Store の2つである。Google Android OS のアプリケーション Google Play とは、Android 端末に対応した全世界展開のオンラインソフトウェアストアで、Google が手掛けている。2008年10月にスタートした。Apple による、iOS 対応の App Store は2008年7月10日に、 スタート2011年1月時点でダウンロード数が10億を突破した。同年6月6日時点で42万5000本のアプリケーション数があり、約2億人の iOS ユーザーがダウンロードした。アップルによる2012年のワールドワイドデベロッパーズコンファレンスにて、ティム・クック CEO は、アップストアには65万本のアプリケーションがダウンロード可能なだけでなく、この日までに 驚異的なことに30億ものアプリケーションがダウンロードされたと発言した。Amazon App Store とは Android Operating System に対応したアプリケーションストアの一つで2011年3月に3800本のアプリケーションでオープンした。Amazon App Store の Android ア,アプリケーションは Blackberry10 端末にも対応している。Blackberry World とは Blackberry10 と ブラックベリー OS に対応したアプリケーションストアで2009年4月にブラックベリーアップワールドとしてスタート2011年2月時点でアプリ1本あたりの最大売り上げはアップルの6480ドルアンドロイド市場における1200ドルよりも多い9166.67ドルである2011年7月1日のダウンロード数が300万 総数で1億ダウンロードとそれぞれ突破している。2013年5月時点で12万本以上のアプリケーションが入手可能だが、ブラックベリー10はアンドロイドアプリケーションにも対応している。ノキアのアプリケーションストアは2009年5月から全世界向けに開始された。2011年4月時点で5万本配信されていて、8月時点で1日900万。 ダウンロードされていると発表した。2011年2月、Windows Phone を主要 OS として対応することを発表した。2011年5月、10月に、帯製品群を Nokia ブランドにリブランドすることと、帯ストアを Nokia ストアに改名する計画を発表。Nokia ストアは配信プラットフォームとして、過去製品に対応しているが2014年1月に旧型である。 シンビアンと名語に対応したアプリケーションの新規配信と更新の受付は終了している。Windows Phone Store とは、マイクロソフトによる Windows Phone に対応したプラットフォームで2010年10月に開始、2012年10月現在12万本以上のアプリケーションが利用可能である。Windows Store とは、マイクロソフトによる Windows 8、Windows 10と、 Windows RT に対応したプラットフォームであり、Windows 8と互換性があると認証された従来のデスクトッププログラムにも対応しているが、主にタブレットやその他タッチパネル端末に対応したアプリケーションを主に配信しているが、未だにデスクトップコンピュータやラップトップのキーボードやマウスでも使用できるアプリケーションも配信されている。サムスン製端末に対応した アプリケーションストアは2009年9月にスタート2011年10月時点でダウンロード数は1000万を突破現在125カ国で Windows モバイル、Android、b a の端末に配信しているモバイルアプリケーション管理とは社内で開発され一般利用可能なビジネス向けのモバイルアプリケーションのためにソフトウェアとサービスのプロビジョニングとアクセス制御を担当することで BYODA の対策をとっている。もし従業員が自分の端末を企業の環境に持ち込んだ場合、モバイルアプリケーション管理は企業の IT 技術者による必要なアプリケーションとコントロールアクセスのビジネスデータへの転送と端末が紛失した場合や所有者が企業を退職した場合に、その端末にローカル保存されたビジネスデータの消去が可能になる。特に、 BYOD 環境で使われるモバイルアプリケーションは保護されていない極秘資料がユーザーの知識や認識なしにインターネット上に流出することがあるためにビジネスにとって重大なセキュリティリスクになる。盗まれた企業資料に関する報道は悪人の手に落ちた企業や個人の情報の広がり具合がいかに迅速かを物語っている。 データセットは単なる機密情報の損失にとどまらず、企業自体が攻撃や脅迫にさらされることになる。プロのモバイルアプリケーション管理は企業資料の保護に携わる。アプリケーションラッピングも企業資料保護の一つの方法であるが、著作権侵害や保証権利の損失といった欠点もある。機能性、生産性やユーザーエクスペリエンスは、 アプリケーションラッピングの元特に限定されていて、ラップされたアプリケーションの方針を変えることもできない。そのためもし必要な場合、サイドゼロから作成する必要があり、追加のコストがかかってしまう。別な方法として、ネイティブのユーザーエクスペリエンスを制限せずに、ネイティブアプリケーションをエンタープライズモビリティマネージメントを通して安全に提供する方法もあり、 アプリケーションを何時でも容易に実装したり方針を調整できるなどよりフレキシブルな IT 管理を可能にする。ありがとうございます。